本当にピンチな予感がしてきた本当にピンチだうんマッキーさんでは仕事に行きます昼は厳しいかな昼休み1時からだしあ今日は私がお昼家にいないんでできませんねちょっと今日は移動中なんですよガビーン本当にやばいわどうしようどうしようっつって 次は夜ですね。とりあえず9時からやろうと思うんですけどその前に荷物が届いたらギリラがあるかもしれません。時間次第です。早めに届いたら8時半とかからあじゃあ8時からとかできたらいいんですけどできなかったら9時半とかかな。あ間違えた9時かな。7時から9時の。 荷物指定にしてるんで。だった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 。やすしーさん好きありがとうございます。来てくれてありがとうございます。and <laughs> ちょっと本当にイベントがやばいことに気づきました。いやまあでもやばいと思っ,とったけど焼 <laughs> きはい好き焼きね了解やすしーさん。<laughs> ほんとにやばいほんとにやばいわあーやばいマッキーさんがつっさん、にじぼしはショーゴールドをまとめ買いするとついてくるんですよええー、そうなんじゃそうなんじゃ知らんかった私も知らなかったにじぼしのゲットの仕方全然知らんかったキけさ やすっしーさんイベント何日まで ?8 日。8日です。8日までです。いや、本当にやばい。イベントもさ、せんといけんしさ、なんかあの、あれなんだっけ。新曲披露のための練習とかもたくさんせんといけんしね。やばいよね。みなさん、カウントだけでもお願いします。本当にピンチだ。い声が本当にね、なんか、ガラガラしてる。ああ

さん、イベ配信中に練習しちゃえはてなってな <laughs> なんでやねん新曲披露がなぜかショールームで聞きましたってなっちゃうてつや哲也さん練習はさすがにしっかりせんとあかんもんなそうなんですよやばいね私だけめっちゃ間違えたらやばいしさもうそれは本当にアイドルとしてダメすぎるダメすぎるっつって <laughs> 8日に初披露なんで。 全然ダメだったじゃんってなったらもうやばってなる本当に私は完璧にしたいどうし,うどうしようどうしようどうしよう頑張ろうそうだな頑張るしかないと見たもう21分だ ああ、やばいな。本当にやばい。やばいとしか言えない。いや、頑張るしかないな。そうだ。ここまで来たんだから。もうこれでどれか作れんかったら本当に悲しいもん。本当に4日間あまり配信できなかったけど。でも、2日は朝と夜できたよね。2日、9月2日。3日は無理で4日無理だったけど。 頑張るしかないよしデイジーラウさん頑張ろうありがとうございます頑張ります今何時23分 旅行のお話とテロップに書きつつほぼ旅行の話せずに終わるっていう <laughs> まあまたお話しするのでなんかいっぱいあるんよね話すことがいろいろあったいろいろあったっつってこれ言ったかもしれんけどさ1日目にねあ言ったかなんか練り切りをね作るためにその ななんかなんんかかととっってとこに行ったんですよそれがちょっと離れてるとこにあってだから清水寺から車で何分かのところまっすぐなんだけど車ですぐのところだって歩いたら結構長いみたいな感じのところだってそれでさそこにさ真ん前にね公園があってまあシーソーで遊びました二十歳を超えた2人がシーソーで遊ぶっていう <laughs> あとなんかさ、動物みたいな形のしたさ、ビヨンビヨンする乗り物あるじゃん。公園にあるやつ。あれも乗った。なんかあれさ、あの、実家の近くにあったんですけど、ビヨンビヨンするやつ。動物に乗ってビヨンビヨンするやつ。わかるかいこれ。前後にビヨンビヨンするやつ。なんか、あれが、 あの広島にねあ広島にじゃないゃ実家の近くの公園にあったんですけどなんかいつの間にか撤去されててで悲しかったんですけどあまた乗れたわと思って嬉しかった「デイジラブさん子供かまあねまあね」っ、まあね、つって「<laughs> いやなんかのんびりしとっていいね」っつって2人で話した。 なんゆるいなっつって京都まで来て公園で遊ぶのかっつってえでもシーソーがある公園って珍しくないめっちゃ珍しいシーソーはまああるところもあるけどめったにないてっちさんビヨンビヨンする動物そうなんかさ、まあ、動物の乗り物があるじゃん 乗り物っていうか動物の形したなんか座るやつがあってそのなんか真ん中部分からこうくる,くるくるくるってバネみたいに床に突き刺さっとって床と動物にバネみたいなくるくるしたのが突き刺さっとってそれに足曲げて乗ってでえっ、ー、となんかバイクみたいな持ち手があって前後に揺れるやつそれからビヨンビヨンするやつえ多分今のイメージついたようなえ分わからん いたかなイメージよく公園にあるやつですもう最近なんか地元の遊具が撤去され始めている気がする運転なくなってたしこれが時代というやつですか悲しいめっちゃ好きだったのにな運転とか 実際落ちたもんね、私。もうさ、進めんくなってそれ以上。腕の力の良すぎて。えーどうしよう、落ちるーっつってなって、落ちるかも、でも落ちるしか選択しかなかったよ、もうそこ。もう、真ん中だって、運転の真ん中だって、あ、もうこれ落ちるしか選択しかない。なって、で、バーンって落ちて、ああ、落ちちゃったーっつって。<laughs> 全然大丈夫だったけど、全然怪我しなかった。 てさんあれなかなかの角度までしねるよねそうですね結構本気でやったらなかなかの角度までしねりますねだからうちの地元のはが撤去されたのか,なかもしれない 徹夜さん撤去な昔と安全基準が違うからねえそうなんですよねなんでなんじゃろうね別にうーんそんなに危ないかなそんなに危ないかなつってかわいそうなんか遊ぶものが少ないとかわいそうな気がする私は待って ライブランキング見れんのんじけど、あ、見れた。ということで、ライブランキング読みますね。13位、ピーさん、ありがとうございます。12位、フッスターさん、ありがとうございます。11位、コウシさん、ありがとうございます。10位、K さん、ありがとうございます。9位、ツッさん、ありがとうございます。8位、上井慎次郎さん、アメリカ、あ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 、やい。 ありがとうございますが、ありがとうございます。亀井新二郎さん、ありがとうございます。7位、チケマルさん、ありがとうございます。6位、トールチさん、ありがとうございます。5位、アルゴンさん、ありがとうございます。4位、テツヤさん、ありがとうございます。3位、クオンさん、ありがとうございます。2位、デイジーラブさん、ありがとうございます。1位、マッキーさん、ありがとうございます。え、なんだなんだなんか飛んできた。え、なになにこれ なにマッキーさんがなんかよくわかんないの投げてくれたわかんないのとか言ってごめんなさいなにこれ待って見るよおもちあおもちだなんかねおもちだマッキーさんタワー投げといたありがとうございますなにこれおもちタワーえタワーってなにえ 待待って待っててタワーって待って待って待ってえタワーってすごいやつじゃないえタワーですかガチなやつガチなやつとかえー、嘘えありがとうございますえタワーってタワーあのタワーえー、ありがとうございます110 0千1万ポイントええー、ありがとうございますマッキーさん本当に本当にありがとうございますえどうしよう ささんがさんがおタワー1万やでやええー、ありがとうございます。マッキーさん、本当にありがとうございます。空き缶限定のやつなんだ。あ、なるほど。だからなんか見たことないと思って。しまかたさん、おまむさま、おはようございます。来てくれてありがとうございます。結構イベントピンチの好きなんですけど。え、マッキーさん、本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。すいません、ラジオなのにそんなすごいの投げていただいて。 さん朝たばえやばえめっちゃかわいいねこれなんかうさぎでうさぎっていうかクマがうさぎになってるなもおもちつきおもちつきおもちつきもちもっちもっちもっちちおもちつきですねちょっと終わろうと思ったんですけどまだお星様を投げてくださってる方がたくさんいるのでもうちょっと延長しようと思います クンさんさお餅ついてるうさぎの着ぐるみ着たくまねほんとすねそうですねすごいよすごいよつってへへ <laughs> すごいやばいバイヤーじゃんバイヤーやばいバイヤーえー、ありがとうございます本当にどうしようありがとうが伝えきれない感じどうしたらいいんだろういや本当にありがとうってことですことですつって マッキーさんせっかくのイベントだから目標はいかせんとねえー、ありがとうございますほんとにありがとうございますあと何日だ3日か待って今日はえっ、ー、と5だから5678まあ今日入れて4日ですね頑張りますまあ8はほぼできないので3日でなんとかね50万ポイントいってで、8日目でプラス2万ポイントぐらいの目標を達成できたらのマッキーさんに教えていただいたいつの間何か惹かれてる事件があるみたいなので ちょっとね、そのプラスポイントも貯めれたらいいなと思います。あれ、星が飛びやんだかも。よし。ということで、終わりたいと思います。よいしょ。マッキーさん、あと7万だから。はあそうですね。ょっとだ、あと7万。ありがとうございます。頑張ります。よし。本当に頑張ります。マッキーさんのこのタワーを無駄にしない。悪クオさんがまた投げてくれてる。もうちょっと待ちまーす。<laughs> いやーありがとうございます皆様本ほんとにえっクマさんあ解除きたえじゃあ待ってます待ってますつってちょっと終わったら言ってください言ってくださいつってあっあらららららだいぶね喉の調子が戻ってきましたえなんかねえ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 ねねつって 足に豆できてる。なんか痛いなと思ったら。クマさん、じゃあ集めてくれ。ありがとうございます。ちょっと電気つけよう。ね、なんかさ、足。え、豆できてるよ、多分これ。ちょっと待って、見てみよう。あ豆できてるみんな足に豆できました。豆できました。え、待って待って。見せて見せて。ああ、豆できてるしかもね、足の裏。いた、これ。なんか痛いなって思ったら。 豆できてんじゃんすごい。絶対靴でちょっと小指が小指の裏にできてる足の裏。なんかずっとさ足がぶっ刺さってる感じあったんだけどさあったんだけどさちょっと豆できとるわこれすごいわすごいわ結構豆だわ結構豆だわつってえ 靴,じゃ靴でさ当たってない部分にさマメできてるよう歩いたんだな,なんか本当に痛いなって思ってたんだよね昨日マメできてる鹿持さんマメの足にマができた逆でしょマムの足にマメができてるんでしょ <laughs> 逆だよもう逆逆ええー、でてかこれさずっと爪がさ 爪が刺さってるわけじゃなくてずっとこうね足が小指が内側に入ってて薬指に当たっててそれでなんか靴ずれができててそれが痛かったみたい多分そういうことか足全然見てなかった普通に足の爪がぶっ刺さってるのかなって思ったら違った。 すごいよ、結構ぷくってなってる。水ぶくれみたいになってる。これはね、やばい方の豆です。やばい方ってどういうことちぎれたら痛いやつ。ちぎれんでも痛い。水ぶくれみたいになってる。私、あまり豆できないんですよ、多分多分っつって。できてるかもしんないけど。こういう豆はできない。水ぶくれみたいな豆は、あんまりできないんですけど、できてる。 やばなんかいつの間にか皮はげとるわみたいなのはあるけど全然痛くなくてそてあれいつの間にか皮はげてるっていうのはあるけどこんなね水ぶくれは何回言うんかって話だけど、ね、水ぶくれは初めてです初めてではない初めて思った <laughs> 今ね足にね湿布がたくさん貼ってあるんですなんか休息時間っていうやつと湿布を貼ってます 休息時間はねなんかねもらったなんかで、ね、忘れたけどあフランフランでもらったんだ何か買ったらもらいましたそれで昨日はねお家に帰ってきてフットマッサージをしたんですよフットマッサージマッサージ機持ってるんでフットマッサージ機それで足をねマッサージしました なんかいつもさ足の裏さなんかゴロゴロすると痛いのに全然痛くなかった昨日は痛くないっていことは凝ってるってことなのかな,なんか痛くないっていうことは健康だと思ってたけどでもどうなんだろうかどうなんだろうかよいしょ何か私の画面さ星が一つだけさ上に溜まってる上にたまってまっなんか 下にまだ落ちてないんだけどこれバグだよね多分バグってるバグってる星が行こうなんか結構高いところにある下まで落ちてないし <laughs> あクオンさん帰ってきたお帰りなさいねこれ私読んだんですけど豆の足にマムができたって その時いました多分いなかったよね豆とマム逆だしと思って <laughs> 豆とマム逆だしマムの足に豆ができたんようんうん全く間違えないでくださいよねかうんうん <laughs> あ哲也さん痛くないのは血流が安定してるからいいことやであそうなんですか安定してたんだ普通に疲れすぎて痛くないのかと思ったんですけど 普通にいいことなんだ。よかった。今日の朝もちょっとマッサージしよう終わったらこれが。クモさんえ絵じゃないですよまあ。まあ <laughs>、ま、わざと間違えたのは知ってますけどね。<laughs> ちょっとてつやさんまでやめてくださいよおまむさんいやおもむさんですおもむさん。まむですよまむ。まむ <laughs> ですまむ。確かにね。 まあねこれちょっとすっごい昔に言ったんですけど多分初めて聞く方もいると思うのでちょっともう一回言うんですけどあの中学校の時にさなんかキャンプファイヤーであの1クラスが1つずつ何か出し物をするっていうのがあったんですよ野外活動の時それでなんか私たちのクラスあ、私たちのクラスはなんかお芝居を少しやったんですよねそれで あの「怪獣たちのいるところ」っていうやつをちょっとリメイクしてやったんですよそしたらさなんかそのうちのクラスには怪獣がたくさんみたいな感じでやったんですけどそれであの私が主役だったんですよでそれがなんかあの怪獣たちのいるところは主役の名前が「マックスっていう名前で「であじゃあマムックスにしよう」って言われて先生に。 で、わかりましっつってじゃあマムックスにしまーすってなってで「あ,あマムックスだ!」とかってあの、その、そお芝居の中で何回も私のマムックスっていう役名を呼んでもらったんですけどなんかそれでその時があの、1年生の本当に入りたての時だったんですよ中学校に。でけえさん入りたての時だったっけあの、みんな私のこと知らんくってで あのその終わったらさその野外活動の新聞を書いて貼るみたいな野外活動新聞みたいな何年何組誰々みたいな感じでさそれをさ書くっていうのがあってそれがさ全員分廊下に貼り出されるわけよそしたらさなんか全然知らんクラスのさ全然知らん人がさ「マメックスが」みたいな <laughs> 書いてあってさ「マメックスハテナマム何?」みたいな感じで「マメックスハテナがなんとかなんとか」って書いてあってさ <laughs> いやマメックスじゃなくてマメックスだしってなったっていうのを思い出した今 <laughs> お豆さんねクまさんあマムだ初めて知ったおいおいおい,よい初めてじゃないでしょだってさもういいや <laughs> 初めて知ったでどういうボケやねん <laughs> この「トレカイベ応援」のところにさ「マム」って書いてあるやん <laughs> のぷりんさん、じーこそこそ、おはまむまむ。おはまむまむ、来てくれてありがとうございます。感謝、ありがとう。ほいで、かわいいと、音符と、なんか、お月見してるたぬきさん。だるまさんがコロンビア。ありがとうございます。たくさんありがとうございます、のぷりんさん。くオまさん、カメックスカメックス何の話 <laughs> なんでカミックスなんカメ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 サワーズカメカメじゃーんトンポリンさんたくさんありがとうございますだるまさん <laughs> とかとか ということでそろそろ星が鳴りやんだし、え、鳴りやんだ飛びやんだし。あっ、クモちゃんが星に投げ終わりだって、ありがとうございます。じゃあ、そろそろ終わろうかな。みなさん、ありがとう。ちょっと私、これからもう一回寝ます。あ <laughs> ナプリンさん、マムックス、ね、でメモメモ。そうです。マックスやってマムックスになりました。 そしたらみんながマメックスって間違えて聞こえてたっていう <laughs> まあねまさかマメックスだとは思わいよねそんな初めての人がさ <laughs> クオムさん起きなさいいやちょっと睡眠時間短めなんで寝まーす <laughs> でも今日はほぼ7時まで寝たけでも言うて5時間ないぐらいですねもうちょい寝させてくださいよー <laughs> ちょっと今日何時に家でんといけんのか調べてでいろいろ考えて逆算して起きなきゃやばでもねあとに1時間ぐらい寝たら起きなきゃかもしれないやることが盛りだくさんなんでつやさんおつもめっくす違うっつーねん <laughs> まあいいけど <laughs> ありがとうございますということでみんなありがとうございましたマッキーさんタワーありがとうございました本当にありがとうございます えっとね、今43万1523ポイントです。今日はとりあえず9時からやろうと思います。とりあえずね。ゲリラでできたらやります。よろしくお願いします。ということで、終わります。皆さん、本当にありがとうございました。それでは、二度寝します。おやすみなさい。本当にありがとう。みんな、バイバイ。あれ <laughs> クォンさんがお疲れ様まめはい間違ってるまた間違ってるはいありがとうございますあのっノプリンさんが50万売りでありがとうございます本当にありがとうということで終わらせていただきます皆さん本日もありがとうございましたマッキーさんとはありがとうございましたじゃあおやすみなさいバイバイあのっノプリンさんがハートくれたありがとうございますありがとうじゃあおやすみなさいまた <laughs> おやすみなさいって言っちゃった バイバーイほんとありがとう